川の音。食べ物で遊ばないでください。食べ物で遊ばないでください。あ、食べてください。草ピーマン。ジャン負けでピーマンかじろうぜ。やだ、最初はグーじゃんけんぽい。おー、すげー。はい、こうでしょ。あー、おー、罰にした。そう、罪だな。罰です。ピーマンめちゃめちゃ嫌いなんだ。あー、罰にすっからいけん。結構ガッツリいってほしい。うわ、最近あったことで面白い話ある人いません？最近あった面白い話。いい話ね。臭すぎる話ね。面白い話って絶対あるんだけど、もう忘れちゃう。そう、溜めておけない、なかなか、うん、後でね、気づく時はね、ある。確かに、あれ話しておけばよかったって。そりそりそそりその由来って何なの？そのそういうのが生まれた由来って。それなから、それからそりになって、うん、そりそ。そこのさ、ソリとソリスの中間何があったんだよって話になるじゃん。流れ。そう、流れ。最近の俺のこの耳の裏に海が溜まった話を。あ、それあれなんだ。聞いてくれよ。そうだからね、ここにね、絆創膏が貼ってあると思うんですけど、うん、まあ、ピアスを引っ掛けまして、はい、でもまあ安定しきってないからちょっと腫れるわけですよ。腫れて、あ、痛えなって思って3日だったら収まったの、腫れは。なんかこの耳と、この、まあ、ここね、ここ、うん、ここがなんか 1.5cm ぐらいのなんかめっちゃポヨポヨしたふくらはぎができてて、うん、何これってなって、なんかちょっと痛いのよ、うん、皮膚科に行ったの。したら、あ、なんか海が溜まってるっぽいですねって、あ、やっぱそうかって思って、その俺的に針でピッ刺して抜くつもりで行ったの、うん、で、なんか針刺されてなってあったんだけど、そのなんか、あ、なんか意外と硬くて抜けないですねって言われて、うん、メス行きますねって言う。皮膚科に軽い気持ちで行ってメス入れられるっていう体験をした。痛かった？え、超痛いよ。そんなことなんないけど。メスを入れるシーンは別に痛くないの。入れた後にもうギューギューされるんだ、すごい、ここ。だって俺3個空いてるけど、そんな経験一回もないよ。すごいね、メス。おもろい話ある。あ、ある。病院関係ある。でも話したけど。僕一回、金玉が痛すぎて、入院したことがあります。年末？そうそうそう。自分12月30日が僕の誕生日なんですけど、まあ、その日にですね、とてつもなく金玉が痛くなりまして、それを親に、まあ、たまたま言ったらですね、病院に行こうということで。でもその時ってすごいインフルが流行ってて、もうインフル患者待ちで、その後に僕の金玉の、あれだったんですけど、金玉優先だろ。まあ2時間ぐらい待ってたの、診察にね。なんだけど収まってきて、あ、痛みが、うん、あれみたいな。なんか最初は歩けないぐらい痛かったんだけど、もう普通に歩けんなみたいになって、でまあ診察行きまして、まあ、こうベッドの上で金玉出して、うん、まあ、モニモニさ触られて。男の人？男の人。赤ちゃんのさ、お腹の中見るさ、エコーみたいな感じでさ、あ、うんうん、見るやつ、あれで金玉を見て、内側を見たいな。あ、そうそう、金玉の内側を見て、まあ、何もなかったんで、結局。でもなんか、精巣粘点とかになってると、なんか赤ちゃん産めなくなりますっていう。怖っ。なんで、まあ、明日の朝見るために入院してくださいって言われて、そう、12月30日から12月31日までやば、まあ、入院したんだけど、まあ、俺を何もないのよ、本当に。痛くもないし、腫れてもないし、まあ、一夜明けて、女性の看護師さんが来て、大丈夫ですかみたいな。金玉大丈夫ですかって、ね、金玉大丈夫ですかって聞かれて、もうなんか最初から何もないですけどね、みたいな。ですよね、うふふみたいな。ですよねって何？なんか看護師3人ぐらいで、やっぱ金玉の話して、なんだこれって思いながら。で、なんか、メガネの先生が、金玉触りに来て、あ、もう何もないですね、帰ってくださいっつって、帰る。なんそれ？それが年末。やば。え、俺、その時のメッセージ残ってるよ。残ってるよ。何年前それ？去年、去年。去年。なんか人生初入院しましたみたいなのあげてなかったっけ？ああ、あげてたかもしんない。ああ、そうだ。なんか、31日の夜中、12時に、人生初入院ってやつで、俺が待って送ったの。うん、そしたら、待ってきて、
金太は爆発したって言って治ったってきたから、うん、金太は爆発って一日で治るもんなんやなって言って治るもんやでって俺分かんなくてなんか本当に爆発したんかって聞いたの、本当に金太は爆発したんかしたよ明けおめってきたのやっぱ霜の話はおもろいんだよ、おもろいんだよな。俺もね、この前モッチにねもう数回話してるね、うんこ漏らした話をしたんだけどね何回でもおもろいね、話はね。まあそういう話はあと別の機会でね、じゃあ最近さ、思ってるのこいつと一緒に登下校してんじゃん俺、うん、もうこいつのなんか首の角度がおかしいのよ電車の中でさ、携帯いじるじゃん。で普通さ、なんかその角度つってもいじる時ってさ、なんかもうこんぐらいじゃん、うん、こいつね、なんかねこんぐらいいってんのわかるわ、やばいのよ。ちょ携帯いじって、こう、釣り革を掴んでなるとこうなるのよね。いや、まあ、もっといってるよ。めっちゃ首下がっちゃうんだよね。なんか普通にしてる方がもう最近痛くなってきちゃった首がやばい、多分俺やばやばい、もう首90度釣り革関係ない